伸びるに どうした？どうしたの？背脂を干す。背脂も干す。背脂を干す。お前もか。ベイソン、ベイソン、ベイソン。ベイソン、ベイソン、ベイソン。どうも、秋山ペイソンです。はい、どうも。そして。どうも、秋山ペイソンの弟です。どうも。まあ、冒頭でも言った通り、背脂干してるんですよ。なのでね、今回はこんな商品を買ってきました。それがこちらです。こちら、焼きそば背脂マックス。ねえ、これですよ、これ。いや、これをね、ちょっとね、今から僕ら二人背脂干してるんで、食べていきたいと思います。さあ、今からお湯を入れていきますよ。お湯を今沸かしてるんでね、ちょ、やっぱ滑舌悪いな、これ。今、お湯を沸かしてるんでね。うん。まあ、いいですわ、そのまま。ナルトが、ちっちゃいナルトが入ってね、かわいいね。どう？かわいい？かわいいよ。さあ、ということで、お湯が沸けたんで、今から入れていきたいと思います。レディーゴー。おお。お湯が、お湯が漏れてる。よしよし。待ってる間、ちょっと、あれしようか。うん、これでしょ。これなんか昔ね、出した動画にもあったけどね。見てないな。そう。ピンク頭長だよ、これ。ピンク頭長。頭？心臓じゃないの？これ頭よ。さあ、そろそろね、3分経ったところで、今からね、湯切って食べていきたいと思います。うわ、すごい、いい匂い、いい匂い。うん。じゃあ、それではいただきます。わー、いい匂い。あ、美味しそうだね。うん、うまそうですね。うん、うわ、ギトギト。こういうの好きだよ。うまいわ、これ。背脂干してる人みんなね、これ絶対食べた方がいいわ。特にね、お酒飲んだ後みんなやっぱね、脂っぽいもの食べたくなるじゃないですか。最適。ガツンとくる、もう脂が。あ、いいね、いいすすりぷりよ。ん？ん？うまっ。うまいね。はい、ということでね、完食しまして。いや、もう本当にね、もう、体中が油まみれになりました。うん、もう、テッカレが。テッカレがもう、ぜひね、皆さんね、食べてみてください。多分、こう、胃もたれがね、うん、より、もたれる可能性はあるかもしれませんが、そこら辺は要注意で。以上です。はい。ありがとうございました。Don't let it go. My love is gone.